こんにちは。こんにちは。片山さんと前回は、はい、セキトモマックスの洋服のお話になっちゃって、はい、本当は違うテーマを用意してたんですけども、はい、1ページ目にここにある。そうなんです、はい、ちょっと片山さんに早速聞きたいんですけど、はい、まあ、今回から始まるのはですね、はい、片山さんと同じ時代、もしくは片山さんとは先輩の方々も含めてなんですけど、そういった方々、伝説のレーサーたちをこれシリーズ化してですね、はい、順番にお一人ずつ、はいはい、その人との思い出とか、はい、片山さんがその人すげえなと思ったこととか、うん、はい、そういったことをいろいろお聞きしたいと思います。ウェルカム。その第1回目が、はい、僕本当全然わかんないんで、イロハのイからお願いします。はい、はい、読み方すらちょっと正しいかどうかわかりませんがジャコモ・アゴスチーニさん。はい、ジャコモ、あのね、ジャコミーノっていう愛称もあったね。ジャコモ、ジャコミーノ、ジャコモ・アゴスティーニ、うん、他にも愛称アーゴ、うん、ニックネームがアーゴって言われた。アゴ、アゴちゃん、アゴスティーニの AGO で、はい、多分ここにでも自分でもアゴって、うん、今この写真出てる、これ片山さんがご提供いただいた、まさか言ってるのこれ片山さんですよね。そうです、そうです。若いね、ぽっちゃり系の。かっこいいですよ。ぽっちゃりっていうか、いや、いや、なんかでもね、ごめんなさい、僕が言うのはあれですけど、面構えしてますよね。あ、そうそう、若さゆえでしょ、うん、この写真の右側に出るこのジョン・トラボルタ風の向かって右のね、アゴちゃんね。そう、この方がイタリアンのね、うん、いや、これアゴスティーニさんも相当男前ですね、うん、色男な感じですね。そうだね、めちゃくちゃ。映画にもね、アランドルーン風の色男なんで、アランドルーンと共演をしたかな、なんか映画に出てますよ。へー、うん、へー、うん、一本ならず二本三本出てるんじゃないかな。あ、うん、実際その片山さんともリアルタイムで戦ってた人なんですね。そう、彼の全盛期は僕よりも前なんだけども、多分年いくつ、1942年生まれ。あ、9つ違いだね、うん、なるほど。ということは本当に1世代前の方で、うんうん、彼が黄金時代、第二黄金時代と呼ばれるのかな、うん、のホンダ、ヤマハ、鈴木がもう片っ端から世界選手権でチャンピオンを取りまくっていた、うんうんうん、時、その時は MV で、うん、MV アグスタで、うん、はい、ヘリコプターも作っているわ、 MV アグスタ、うん、ヘリコプターを作ってるって知らなかったでしょ。知らなかった。イタリアの、救助ヘリはみんな MV アグスタなんです、はい、そうなんだ。なぜかというと高地へずっと上がると、はい、エンジンが安定していないと、はい、ガスのミクチャーが変わるじゃない、うん、そうすると不安定になるけども、うん、MV アグスタだけがその3000メーター級にまでバーンと上がっていっても、安定しているということで、救助ヘリは全部 MV アグスタだ。日本のヘリよりも 4-5 倍値段が高くて、俺はずっとヘリコプターを欲しくて MV アグスタの。うん、現役時代からや買えなかったのライセンス取らないとね取りに行く間もなく終わってしまった。まあ片山さんにとってみたら、はい、ちょっと先輩なわけです。 はい、だいぶ先輩なわけですか、ね。要は1世代ちょうどね、先輩って呼ぶのがちょうどアゴちゃんぐらいなのかな。うん、10歳ぐらい上の片山芳美さんもちょうど、一回り手前ぐらいかな、うん、10歳ほど違うから。片山さんにとってはこのアゴスティーニ兄さんなわけですよね。そうね、アゴスティーニ兄さん、アゴ兄はですね、うん、どんなレーサーやったんですか。あのね、もうこのルックスと一緒でめっちゃかっこいいのよ、うん、ライディングの写真一枚、はい、あると思うんだけども、一緒にホッケンハイムを、はい、白黒しかないんだけども、はい、ホッケンハイムで、750で、うん、バトルをした。うん、まあ、勝たせてはいただいたんだけども、うん、要はものすごい安定した走り。うん、そりゃね、30そこそこの
若者と、うん、40ちょっと手前の方が本当に同じように走るんだもんね。うん、僕は当時、仮にいくつだ、28ぐらいか、うんうん、7、8だよね、うん、ということは彼が37、8だよね、うんうん、私は35で引退してるからね、うんうん、でそれで十分に、俺とバトルを、まあ、素晴らしく、無理もしないし、うん、安定した速さで、うん、ジェントルな走りで、うん、俺はどちらかといえばね若いから、うん、もうイケイケなんですイケイケだからそうだその当時はねジェントルの走りってどういうことなんですかレースの世界でのジェントル危うさがない、うん、だから彼が一緒に走ってた時に転倒したというのを聞く回数がものすごく少ない、うん、俺たちこれはやはり当時でも年に片手近くは転倒してるからね、うん、毎年ね、うんうん、だからその回数がどんどん少なくなる、うん、年に2回になる3回になるっていうふうにゼロになるみたいな感じの走り、うん、限りなく安定して安全に速く走れるという域に達して、うんうん、そう極めながら、うんうん、そういうのをまあ片山さんが一緒に走る時とかって後ろからも見たり、はい自分の横でその走る姿をこう意識しながら戦ってるわけですよね、はい、戦いながらも、うん、うわこいつすげえなっていうところもいっぱいあるわけですよ、うん、もやっぱし自信に満ちてるよね。それは同じケニーやバリーやランディアっていう同じ世代のライダーを見る目とは違うから、うん、いかにも危なげなく、うん、急に俺たちがパッと、うん、ちょっと無理して入ったとしたら、うん、スッといつでも引いて、うん、もういいよって次またどっかで抜いてあげるからみたいな若い世代は絶対そこはね、うん、もうかぶせてきて譲らないじゃない、うんうんうん、だからそういう小競り合いはしない、へー、うん、王道の走り、相撲でもよく言うよね、横綱相撲って、横綱相撲、うん、そういう感じの走り、へ、うん、なかなか口で言い表すには今質問受けて難しかったから、ねうん、プライベートでのエピソードとかないんですか。あ、プライベートはね面倒見がいいというか彼がヤマハを乗り始めた時期、うん、多分ウィーキなんか見るとね、うん、その年代がわかるけども、ヤマハとMV を両方乗ってた時期とかね、うん、彼は、うん、1シーズンにあって、うんどちらのバイクで走るかっていうのをチョイスしながら走ってた。そういう場合は両方と契約してるわけですか。ヤマハとも契約し、MV アウスタとも契約し。だろうね。でないとどっちもファクトリーマシンだから。そうやって、乗っていた時期に、うんイタリア の, ベルガモっていうところに住んでたと思う。丘のあるところに上に、うん、ものすごく豪邸を構えていて、うんそこにヤマハの、エンジニアと一緒に、ミゾさんっていうんだけども一緒に泊まりに行ったことがある、うん、アグスティーニ邸にそう、一泊させてもらったよ。美味しいご飯食べさせてもらって、はいはい、うん、どうでした、どんな人でした。いやいや、もう全くサーキットでも変わりなく、うん、普段の生活もそうで、いつもスマイルなのね、にこやかで、こんなアゴちゃんを語り出したらいくつかあるんだけど、まず彼がフィットネスの、部分のことと、うん、それからもう一つは彼の、狂信的なファンが一人いて、うんうん、ルイージっていうんだけども、うん、今でも名前を覚えてる、うんうん、アゴちゃんも小柄だけどもルイジの方がもっと小柄で、ドラえもんみたいなスタイルしてるよね。でもこの人は、本人は違うって俺聞いたことがあるのよ、うん、ルイジはマフィアなのって。いや違う違う違う、
って言うんだけども、うん、あのみんな、なお違うわけないだろって、ルイージはもうマフィアに決まってるよって言うわけよ。あの彼の背中を見せてほしいと見せてもらったのよ、はい、で背中には入れ墨があるのよ、うん、マフィアの人たちは、いやいやマフィアの人たちはって、ルイージの背中にはこんな大きな、ただでさえも背中が大きい人にこんな大きな入れ墨がある、はい、MV に乗ったアゴスティーニ日本だったら空獅子ボタンだよね、アゴスティーニ命なわけよ。へえ、矢沢永吉さん命の人もいるだろうけども、うん、なかなか矢沢永吉さんの入れ墨を背中にせたらう人は少ないよね、うんうんうん、ルイージは、うん、アゴスティーンの背中に入れてるのよ。それは、一ファンなんですか。一ファン、ずっとサーキットに一緒なの、レースずっと一緒なの、うん、それはあれでしょ、ファンとしてでしょ、あまあファンで友達、ピットにいるわけじゃないでしょ、ピットにいるのよ、だからもうあのアゴちゃん の, あのいい仲間なわけ、お友達なわけ、へ、うん、へ、もうあの恋人がごとく男友達として一緒にずっと付き添ってる、へ、だから多分何かあったら出ていくタイプじゃないの、用心棒代わりにはなってるんじゃないかな。そう、そんなあのもう熱烈なファンのルイジがもうずっとどのレースのどのサーキットももう四六時中一緒に行動してたというの、うん、それほどにあの人を魅了する素敵な、うん、人だったというのが一つ、うん、それからもう一つは、トレーニング、うん、当時アゴちゃんのその背中、カワツナギを着ている背中から見ても、うん、カッパイがブルース・リーよりもでかく逆三角形でついてるわけよ、うん、ものすごくあの大きい背中をしてるわけね、うん、でユーゴスラビアグランプリに1974年初めて、俺がユーゴスラグランプリ、うん、あれはオパティアだ、行った時に、ごめん74年だったかな76年だったかな、どっちか忘れたな、アゴちゃんが泳ぎに行こうって言ってくれたわけ、うん、うん、多分74年だな、うん、ね、オフシーズンの時に、違うレースシーズンじゃないとそんなオパティア行かないから、オパティアっていうのは波打ち海岸沿いのね、はい、ビーチコーストがあって、うん、避暑地なわけですよ。で、そこに海岸沿いを走る行動レースをやっていた、うんうんうん、でその時に「おい高澄泳ぎに行こう」って「うん、今から泳ぎに行くの?」って疲れるじゃないって思ってたわけよ。なスイミングがもうトレーニングにはバイクのトレーニング一番いいんだっていうわけ、うん、で、うん、トレーニングを、うん、なんだダンベル使ったり、うんうん、するよりかは泳いだ方がいいんだ、1時間ぐらい海に入って泳いでんのよ、でその時に海岸まで一緒に行って、うん、要は上半身裸を、うんうんうん、普段は見ることないよね、うんうん、T シャツ着てるとか、うんうん、上脱いでも、うんうん、つなぎ上半身脱いでも T シャツ着てるから真っ裸になることはない、すっごい体で、びっくりしたよ。当時はロードレースをやる選手でトレーニングをするっていうことがまずなかった、うん、日本では住谷盛雄さんっていう方はやってたけども、だから俺も多少なりはやってたけども、あそこまでの体は作り上げてなかったから、で彼はサーキットには先ほど言ったルイジともう一人、うん、マッサージ師がずっとついて行動してた、うんうん、毎日走り終わったら体マッサージして、それぐらい自分の体をテイクケアしてた、その時代から74年あたりから、うんうん、だからものすごくクレバーでジェントルマンで素敵なライダーでしたね。そこには何書いてる？
いっぱい情報があって、うんうんうん、いや山ちゃんも初めてかもしれないから、はいはい、ちょっと読んでみてよ。ちょっと読みますね、うんうん、先ほどもその名前は、まあ、イタリア出身の元モーターサイクルロードレーサーと、うん、でイタリア語で針っていう意味なんですって。アゴ、あ、そう、アーゴって、うん、AGO、 アーゴって読むらしいんですけど、うんうん、ハリっていう意味だそうです。で1960年代から70年代かけてロードレース世界選手権で、ハリってこのニードルのハリ、そうそう、ニードルの針、尖ってるっていうことだね。え、尖ったやつっていうイメージですよね。そうだね。500cc クラスと350クラスで122回の優勝を果たし桁外れたね。計15ものタイトルを獲得していると、はい、史上最高のロードレーサーとみなされ、うん、68勝と8度のタイトルを 500cc で記録、うん、残りは 350cc での記録だそうです。うん、1999年、うん、MotoGP 殿堂モーターサイクルホールオブフェイム入りしてると、うん、これがざっくりした概要です、うんうん、いやいや、もうそれに値するもう レジェンド中のレジェンドだよね。だから僕としては、あの彼と何レースか一緒に、うん、走り合えた、つばぜり合いできたことは誇りに思うし、うん、3気筒でヤマハ乗った時には、うん、あの、ヤマハの田中実さんっていう3気筒を開発したチーフエンジニアは、はい、アゴちゃんにも乗ってよと言って、はい、2,3 レース彼も走ったよ。でも、あの、俺のようにずっと乗り込んでるわけじゃないから、ちょい乗りで3気筒に乗って、それでも、あの、2位とか3位に入ってたね。うん、こうお互いが引退した後ってどうなんですか、こう交流とかってあるもんなんですか。あ、何回かやり取りは、最近、この最近、最近、うん、あのメールではやり取りはしたけどね、うん、高津元気かみたいな話なんですか。そうね、うん、あ、まあね、こうやって命落とすかもしらんっていうギリギリのラインで戦ってる人たちじゃないですか。まあでもライダーはそういうにはあまり思ってないからね。思ってない、うん、思ってないよ。さっきはその海のエピソードとかいい、それ一緒に海行こうぜ、うん、お前もトレーニングしろって、ね、だから今やったら体引き休んちゃうかとかねそうそうそう、あのレースの真っ只中でしょ。あのちょうどね、プラクティスが始まる前日か前々日か、うんうん、早入りするんだよね、オパティアって、うん、あの飛行場からも遠いし、うん、あの国境を越えてから随分走った場所にあるんで、うんうん、で料理が美味しいから早入りして美味しいレストランで料理食べるというのも楽しみの一つ、うんうん、まあ、というか、あの今この、ね、映像の中にも写真出てますけど、うん、まあイケメンですよ。そうだよね、山ちゃんに似てるんじゃないのどこかいや最近、いや山ちゃん YouTube 出ないから山ちゃんの顔はもうアゴちゃんの顔とすげ替えてもいいぐらいそうね、すげ替えたいぐらい、うん、いやもうこんな顔に生まれたかったなもったいない、もうご両親泣くよ、いやいやいや、はい、あの、いやもう本当に、あの、で片山さんから教わったすごいジェントルな、うん、ジェントルなレーサーと、うん、イコールアゴちゃん、アゴいつもキーピングスマイルだもんね、すごいよね、笑顔大切ですよ ね、 ね、大事だね、どんな仕事してても本当だね、笑って出たら強い、うん、すいません、今回は、第1回目ということで、はい、片山さんからジャコモ・アゴスチーニさん、はい、15回のワールド選手権タイトルを獲得した、すごいな、スーパーレーサー、そう、もうスーパー中のスーパーだね。ねえ、うん、あの、イタリアの宝。うん、まさしくね、うんうん。ありがとうございました。とんでもないです。次回もまた違う方、いろいろお話ししていきたいと思いますので、はい、今回はこれで終わりたいと思います。はい、はい、ということで、はい、それではアゴちゃん、またね。アゴちゃん、アゴさん見てるんだ。アゴさん、はじめまして。チャオ。ボナセーラ、ジャコニーノ。はい、さよなら。